野本健吾は、兵庫県出身のバスケットボール選手である。ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。身長200センチメートル、体重99キログラム。2015年に、東芝神奈川に入団。2018から19シーズンに飽きた、ノーザンハッピネッツに移籍した。2013年2015年には、ユニバーシアード日本代表。2014年2016年には、 日本代表、2017年には U-24 日本代表に選ばれた。兵庫県天ヶ崎市出身。小学4年生の時に父の勧めでバスケットボールを始める。地元の中学校に進んだが、1年時の6月にはバスケットボールの競合として知られていた北陸高校の付属中学校に転校する。そのまま北陸高校に進学し、 一年次より同級生の坂東くと共にベンチメンバーに入る。2010年の第41回全国高等学校バスケットボールセンバー2優勝大会では坂東、バンドを藤永義明と共にチーム史上初となる優勝を果たした。高校卒業後は青山学院大学に進学。2011年の新人戦トーナメントでは新人王に選ばれ。 翌2012年の新人戦では、優秀選手賞を受賞。またこの年には、理想百敗争奪日韓、学生バスケットボール競技大会に、日本選抜チームの一員として出場した。2013年のインカレで、青山学院大は3位に入賞、野本は、優秀選手賞を受賞した。大学4年時の2015年、東芝神奈川にアーリーエントリー制度によって入団。 在籍した4シーズンの間、食事を見直し肉体改造を図るなどしたが、1試合平均の出場時間は10分前後に止まり、十分な出場時間が得られなかった。2017から18シーズン終了後、野本と川崎との契約が満了となり、野本は自由交渉リストに記載された。2018年6月29日、 秋田農山ハピネッツへの移籍が発表された。2019年2月には 3X3 の日本代表候補強化合宿に招集された。ありがとうございます。